はい、N2 ボキャブラリーです。施設、施設。ロッカー、ロッカー。建築、建築。リニューアル、リニューアル。近づける、近づける。福祉、福祉。粘土、粘土。交代、 交代、えー、日本でもね結構やっぱりこう高齢の人おじいちゃんおばあちゃんが増えてきているのと、えー、シングルマザーの人も結構増えてきてきいるんでですねでそのためにいろんなねこのなんですかねサポートをするサービスが自治体によって結構あります。 例えば子供食堂と言って、えー、子供は無料の食堂があったりとか、そういうところがね、あります。まあちょっと外国人の方が無料という食堂はちょっとまだ聞いたことがないですけど、もしかしたらこれからね、増えてくるかもしれませんしね。たまにね、あの、東京でね、たまにね、えー、教会とかに行くと無料でね、ご飯が食べられるようなところも、 あ,ありますね若い時に行ったことがありますけど、ねうんまあ、あの自治体によって、えー、例えばそのシングルマザーに、えー、食事を、まあ、無料で配達するとかねそういう NPO 法人もあります実際に私もねあの毎月ちょっとサポートするために寄付少しですけどしていますけど。 ちなみに私が寄付している団体は NPO 法人の g o o d n e i g h b o r s j a p a n というね団体にね毎月まあ少ないですけども寄付していますねまあ働いている場合はねそれはちょっとあなたの責任なのであのどうしようもないですけど留学生でねちょっとこう食事に困っている という場合はね、そういう,う自治体の相談するところがあったりとかね福祉施設っていうんですかね,ねそういうところにちょっと一回相談してみるのもいいかもしれませんね。